よう松山。ジト、お前らのチームワーク、今日はペシャンコに叩き潰してやるたい。そういうわけなんで覚悟してくださいね。お前たちの強さはもう分かっている。覚悟するのはそっちだ。俺たちの強さ、フラノのサッカーの強さ、思い知らせてやる。せいぜいちまちまやってみればいいたい。ガッ上等じゃないですか。やってやりましょう、キャプテン。ああ、やってやるさ。みんな俺についてこい。ああ。お前の噂はわしの耳にも聞こえてきとるたい。長年喧嘩に明け暮れてきたわしの勘が、お前はただ者じゃないと告げているたい。わしのパワーでぶっ潰してやるから覚悟しておくたい。弱い犬ほどよく吠えるものたい。わしの勘もこれは外れかのう。ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。フラノ対平戸、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、フラノ。4人で中盤を構成する形になっています。キャプテン松山君を中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていて清々しいものがあります。そしてアウェーサイド、平戸。攻守にバランスの取れたフォーメーション、攻守に圧倒的なパワーを見せつける巨漢ディフェンダー慈瞳君が中心的存在。攻撃陣では小兵のカルバタシ佐野君のテクニックが光ります。いよいよ試合開始です。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。今キックオフです。それ君、ここは勝手に切り替えた。あとドリブルを見送る。ジトパス隊、激しいドリブル、まさに走るダンプカーだ。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。佐野くん、巧みに距離をかわした。ジトパス隊、まさに走るダンプカーだ。コンテンツの成功、あとシュートコースを変えた。横っ飛びで鋭く反応、防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。森末君、ボールを奪うことができません。スライディングで止めた。フラノ、この作戦指示が功を奏するか。激しいタックル。松山さん、森末君、このパスをカットします。左へパス、ここは抜かせません。秀樹君、これでパスを出した。鋭いスライディング。本田君、素早くつなぎます。フラノ、ここで作戦を変えてきました。それ本田君、
素早く横にかわす。中川くん、パスを出します。モリス君、ここは抜かせません。あとドリブルを見送る。スライディングで止めた。フラノ、この選手が候補そうするか。姫路君、ここからキックを作れるか。チャージが決まった。花井君、ここは勝負を避けた。横をすり抜けた。野田君、ボールダッシュ成功。パスを出します。ボールがタッチを割りました。平野、ここでスローインを得ました。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。ここでパスカット。巧みにひょいとかわした。佐瀬くん、ここで止めた。花井くん、ここは勝負を避けた。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。花井くん、ここは勝負を避けた。いけ、それ松山くん、しまった。さあ、松山くん、ドリブル。児童くん、ここは抜かせません。フラノ、この作戦指示がどうそうするか。麦田くん、ボールを動くことができません。それ富良野、この作戦指示が功を奏するか。ここで作戦を変えてきました。チャージが決まった。富良野、ここは戻りながらのディフェンス。これは戦い方を変えてきたようです。かばって振り切った。佐瀬くん、ここは抜かせません。パスを出すのか。素早く横にかわす。松山くん、激しいタックル。それ、スライディングで止めた。かわして振り切った。姫路君、素早く横にかわす。フラノ、この作戦指示が功を奏するか。佐瀬君、ここは抜かせません。前線の味方にロングパス。小田君、このボールをコントロール。スライディングで止めた。なんという破壊力だ。ドリブルでボールを運ぶ。ジゾー君、このシュート。佐野君、オーケー。シュートコーク、ここだ。変えた。加藤君、ボールはまだ生きている。よし、体ごとぶつかっていった。パントキックで大きく蹴り出した。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。平戸、闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。ここは抜かせません。それ、それ、中条くん、ボールを奪うことができません。小田くん、横にかわして突破。森須くん、激しいタック。前半を終えて未だ同点。ここからさらなる激闘が繰り広げられるのか。フラノ、この作戦指示が功を奏するか。さあ、後半開始。さあ、松田君、激しいタックル。ははっ、小田君、もらった。センターラインを越えて攻め込む。スライディングで止めた。小田君、ボールダッシュ成功。そしてバスタイ、激しいタックル。さあ、小田君、ここは抜かせません。ドリブルで突破。あと、ドリブルを見送る。またまたぶつかっていった。ダッチを奪い返した。いけ、佐野くん、パスを出します。かわしてくれた。姫路くん、次々にかわしていく。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。姫路くん、ひっかかってシュートを放った。これはキャッチできない。姫路くん、ゴールを狙う。加藤くん、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。フラノ、ここで作戦を変えてください。なんという破壊力だ。激しいタックル。はっ、それ、オーラ君、
横にかわして突破。松山キャプテン、このタックルは不発に終わります。そら、チャージが決まった。ゴールだ。野田くん、タックルも決めた。ほら、ルータくん、パネルシータックル。ジドウくん、まさに走るダンプカーだ。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。ヒットを取ってゴールを狙う。横飛びで鋭く反応。あー、弾きます。ジドウくん、ここでボールを受けます。スライディングで止めた。ヒデジくん、ボールを奪うことができません。渾身のパスを味方に送る。ナイスパス。小田くん、ナイスパス。素早く横にかわす。ドリブルでボールを運ぶ。小田くん、敵陣を切り裂く。さあ、ゴール前です。ここからシュートに持っていいです。畠山くん、横に飛んだ。こぼれ球をものにした。小田くん、ここは抜かせません。それ、かわして振り切った。長田くん、敵陣を切り裂く。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。長田くん、素早く横にかわす。ドリブルでボールを運ぶ。長田くん、敵陣を切り裂く。ここからセンタリング。あっと、これも弾いた。ヒデくん、どうだ。ゴールを狙う。フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。オダ、スライディングで止めた。佐野くん、軽技するような動き、巧みに距離とかわした。フラノ、この作戦的な功を奏するか。佐野くん、シュートを放った。佐野くん、ここは抜かせません。ボールを奪うことができません。もらったのに、あらしのようなドリブル。チャージが決まった。この作戦指示が功を奏するか。横をすり抜けた。佐野くん、センターラインを越えて攻め込む。チャージが決まった。ジドウくん、ここで止めた。パスを出します。ヒデジくん、豪快にシュート。カーブくん、このシュートに反応している。ハントキックで大きく蹴り出した。フラノ、ここで作戦を変えてきました。野田くん、激しいタックル。佐野くん、軽渡しのような動き。カーブくん、横に飛んだ。あっと、両者譲れず、この一戦は引き分けに終わりました。